事記や日本書紀によると、神武天皇は紀元前660年に即位したとなっています。しかし、この年代には疑問が多く、かなり引き延ばされて古く設定されていることが常識になっています。初期の天皇には、168歳など100歳以上の天皇が数多くいて、そのために初代天皇の即位した時期が古くなっているというわけです。では、どうぞ。大和王権の権力争いを紹介したビデオが話題になっていました。古代に、本において、天皇が権力を確立しようと行った政策や、使徒の権力争いなどが紹介されています。そんなビデオに、海外からは、多くのコメントが寄せられていました。古墳時代は、大和が急速に拡大した。農作物の増加と言い換えることもできる。大和朝廷が影響力を増すにつれて、統一が行われていった。ただ、大和朝廷は、宇治の集まった連邦政府のようなものだった。形式的に天皇が頂点だったが、宇治は、独自の統治権を持つくらい力があった。だから、皇族は、目的達成のために、2つの作戦を行った。まずは、カバネ制度の制定。貴族の意を作った。代表的なものが、尾身、村治。尾身は、神武天皇の子孫にあたる氏の長に与えられた。村治は、重要な神の子孫にあたる氏の長に与えられた。カバネ派副大統領のように、無意味な役職ではなく、朝廷内での地位に影響した。地位は貴族になり、同じ地位同士がつるむようになった。議論が起これば、尾身と村治が対立していた。地位に価値を生んだ理由の一つが相続できること。尾身の子供は尾身になれる。父親がランク2なら、子供はランク2になり、ランク3が狙える。セガサターンは、セーブができなくて全部やり直しだったけどね。皇族の権威に、さほど影響は与えてないと考える歴史家も多いけど、原動力にはなった。二つ目は、ベミン制。氏は、ヨーロッパのクランとは違う。もちろん、血のつながりによる絆もあったけど、氏には部外者も含まれていた。当時の氏の長は女性が中心だった。氏は、アメリカの州と似た政治的な集まりだった。部は、特定の仕事に従事する氏のこと。埴輪が必要なら、粘土を扱う部に手伝ってもらう。軍隊や農業とか、生まれた部を変えることはできない。もともと部は、朝鮮半島から渡ってきた技術者だったものだけど、次第に地元民を含むようになっていった。皇族が部が所属する市を決定する。市は、特定の仕事を天皇のために行う。例えば、物部氏は武器を管理した。部は、各地の市の情報を天皇に届ける役目も担った。これによって、天皇は、各地の紛争に口出しすることができるようになった。権力を確固たるものにする作戦の効果は限られたものだったか、これは始まりだった。この後、数十年にわたって天皇と氏の権力争いが続く。海外の反応。素晴らしいビデオだね。くんのビデオから本当にいろいろ学んだよ。ありがとう。ママが日本人で、最近歴史について学び始めた。頑張ってビデオを作ってくれてありがとう。見てると感動するよ。まとめてくれてることに感謝してる。天皇は弱かったし、氏は権力マニアだったんだね。日系三世だから、君の歴史と文化のビデオはすごくためになるよ。あと、父は第二次大戦で第100歩兵大隊にいたよ。君のレクチャーはユーモアが合わさってすごく面白いよ。つまり、これが、日本人が、部族社会から封建社会に移行した始まりか。より中央集権化することで、唯物弁証法。マルクスの言う通り、あと数世紀もすれば、日本人は資本主義社会へと移行する。日本人が、西洋のやり方を取り入れて、植民地帝国として渡り合えるようになったのは、日本社会が地方分権だったからだと思う。多分だけど、後期になると、天皇には死が必要だけど、死はそうでもないと気づいたんじゃないかな。
この地位のやつは過大評価だと思う。こういうことは古代社会ではよくあったよ。パワーバランスや考え方の違いによって。すごく勉強になるけど、古墳時代には有名人はいなかったの？弥生時代の卑弥呼みたいな。ヤマトタケルがいるよ。なんで、ヤマトの朝は、王君、大王、7世紀以降は天皇って呼ばれたの？王と呼ばれた、他の氏のリーダーたちはいたの？明らかに天皇は、中国から伝わった言葉だけど、当時から王よりも上の地位だと思われてたのはすごく興味深い。日本人は古代トルコ人だからね。シュメール人とかネイティブアメリカンみたいな。ヤマトの国じゃない北部の日本は何してたの？ヤマトに属さなかった縄文人と弥生人がいたよ。正確にはエゾと呼ばれてた。将来彼らのビデオも作るつもり。天皇と氏のどっちに権力争いに勝ってほしい？天皇陛下万歳。天皇陛下に権力を手にしてほしいけど、日本の歴史が死より権力がなかったと言ってる。いや、投票するようなもんじゃないでしょ。天皇は先祖の神に応えて平和と調和を維持するんだよ。彼の運命は人間の一生を超越してる。重要なのは信じること。天皇はすでに人間のレベルを超えていて、死後の神としての価値を証明する以外に何もない。死は富や権力を追い求めるちんけな人間に過ぎないけどね。副大統領みたいって。ザ・怒りのセガ。昭和50年くらいの高校の教科書を見てみたら、日本では遅くとも4世紀前半までに西は九州北部から東は中部地方に及ぶ地域が一つの政権の下に統一された。これを大和朝廷というと書かれています。これが従来の考えで、比較的早い時期から大和朝廷と呼ばれるような権力の集中があったことがわかります。